早川上ちゃん TV へようこそ。今回はですね、非公式応援日本放送ファンの集いということでですね、75日目ということになります。撮影日はですね、6月24日ということなんですけども、実はですね、前回から引き続いてですね、東京都知事選の話をですね、ちょっとね、やっていこうかなというふうに思ってたんですけども、石丸伸二、人気は本物かということでですね、これね、やっていこうと思ったんですけども、朝8でですね、昨日の、夜ですね、ちょっとお話があったんですけども、そして今日の朝8ですね、24日の朝8でですね、朝8の本が出るということで、せーのドン、これですね、読む朝8ですね、読む朝8、日本を豊かに強く、朝8で知るこの国の真実ということでですね、今日発表されました。ということで、緊急にこの動画をですね、ちょっとね、上げたいということですね、この本をですね、ちょっと PR したいと、みんなに紹介したいということでですね、ちょっと急遽こういう形になりました。予約販売がですね、もう開始しております。ですので、出版予定日というのは8月の2日ということで、8月2日に本屋さんに並ぶということで、その前にもうアマゾンではですね、もう私ポチりました。ちゃんとポチりましたけども、もうすでにポチっちゃいましたけども、これがですね、アマゾンのベストセラー第1位に輝いております。はい、ということで、皆さんもですね、これね、ポチってください。値段はですね、990円、税別ですね、1089円、税込みということでですね、これなっておりますので、皆さんよかったらですね、これポチったらいいかなというふうに思います。はい、でこの朝8なんですけども、もうシリーズ化していくということなんですね。皆さん、朝8の動画ってどこで何を言ってるのか分かんないでしょね。もういろいろこうバーッとこうあるんですけども、過去のね動画あるんですけども、どこで何を言ってるのか分からない。でもこの朝8の本を見ればどこで何を言ったのかっていうのが分かるんですよ。はい、ですので、一応聞いて、朝8動画見て聞いて、頭にちょっとこう少しずつ入れていくんですけども、あれは何だったかなとか、あれはどういう解釈だっただろうかとか、そういったことがですね、この朝8の本を見れば分かります。こう見返せますからね、ずっと全部手元にありますから。そしてもう具体化してますか、ここにね、もうここのもう存在してますから、ここにで、こう見れば分かるわけです。はい、ということで、朝八の本のコアなファンな方、それからですね、ちょっと朝八ね、最近見始めたかなという方はですね、この本を買えばですね、過去のことがもう分かりますので、でしょですからですね、ぜひこの本をですね、買ってみられてください。はい、そしてですね、今日の朝八ではですね、ポスト岸田の話がちょっとね出ておりましたので、ちょっとその話をね、かいつまで言っていきたいかなというふうに思います。朝八でちょっとね語られなかったことまでですね、ちょっとね、ここでお話していきたいというふうに思います。そういうことで、岸田完全終了のお知らせということでですね、これでやっていきたいというふうに思いますけども、ポスト岸田のですね、キングメーカーといえばですね、菅さんと、それと麻生さんと、お二人方おられるというふうに思います。高井早苗さんはちょっとこっちに置いておきましょうね。菅さんといえばですね、過去に総裁選でですね、岸田さんからこっぴどくやられたということでですね、もう恨み骨髄があるという感じですよね。積年の恨みがあるということでですね、ポスト岸田じゃなくて岸田おろしをですね、淡々とこう描いてきたと、やってきたということなんですけども、そして、麻生さんといえばですね、岸田政権の生みの親ということなんですね。こう帽子かぶってですね、岸田やとか言ってですね、裏から操ってきたと、麻生さんということなんですけども、でもここでですね、麻生さんがですね、ついに激怒したと、見限ったということですね。宏池会をですね、ちょっとね、ぶっ潰した時にはですね、麻生さんもさすがにですね、こいつはと、もうちょっとどうかなというふうに思い始めてたんですけども、やっぱりね、政権を潰すわけにはいかないということでですね、ちょっと我慢してきたということなんですけども、でもここでですね、さすがの麻生さんもですね、堪忍袋の緒が切れたということなんですね。ブチッと切ってしまったということなんです。
で、まあ、なぜなのかということ、分かりやすい記事っていうのはですね、せーのドン、これですね、麻生が岸田に激怒しているという関係は壊れたのかというこの記事なんですけども、まあ亀裂というふうにですね、これありますけども、この記事が一番分かりやすかったのでちょっとここ取り上げました。まあ先日ですね、岸田さんと麻生さんとちょっと会談したんですけども、その前ですね、会食したんですけど、まあその前にですね、まあ123会談というのがあったんですね。123というのはですね、まあ岸田さんですね、まあトップ総理ですから、力がない総理ですけども、もう嫌われてる総理ということなんですけども、恩着せメガネと言われてる総理ですけども、まあ1ですよね。2が、まあ副総裁の麻生さんですよね。そして3がですね、まあ茂木さんということになるんですけども、この123会談がありました。この会食にするにあたってですね、まあ麻生さんはですね、維新とかいろいろなところとですね、話し合ってですね、10万円というものをですね、10万円、以下というものをですね、ちょっとこうね、上げたんですけど、そしてですね、そこでですね、もうこれ決まったんですね。まあ茂木さんもですね、うん、まあよかろうということで、麻生が、うん、これを飲まないなら、もうちょっとダメだなとか言ってですね、ここでこう決まったわけなんです。でも、ドン、はい、公明党の5万円引き下げに岸田さんはですね、それに今従ったということでですね、これで麻生さんが大激怒。何言ってんだ貴様と言われてですね、ちょっと似てませんでしたけども何だ言ってんだ貴様でもうこれはもう岸田はダメだ、もうあやつはダメだ、もうこれ以上もう助けられんということでですね、まあ国民から蹴られてるしみたいな感じでですね、それでですね、もう岸田さんはもう完全終了ということになりました。岸田さん外遊から帰ってこられましたけども、その後にですね、麻生さんと、まあ、会食したんですね。すみませんと麻生さん、もう麻生さんすみませんと、もうちょっともう私を見限らないでください、お願いしますと。何言ってんだお前ら、公明とお前乗ったんだろうが、そしてなお前言っとくけどな、解散してみろ、どうなるか分かってんだろうなと、ちょっと歪みがちょっと戻りませんけども、どうなるか分かってんだろうなと、ここで解散したらお前最悪だぞということで、解散だけはするなと釘を押されてですね、すいませんと分かりましたと言ってですね、そして処分として帰っていたというまあお話なんですけども、そしてですね、もう一方のキングメーカーの、まあ、菅さんですね、菅さんはですね、もう着々とですね、反岸田のですね、連合を作り始めたということでですね、それが動きが分かりやすい記事ですね、せーのドン、これですね、菅、支流派の菅、加藤勝信さんですね、小泉、進次郎ですね、そして武田良太さんですね、そして萩生田光一さんの五氏の会食、呼ぶ憶測ということでですね、まあ、この5人が集まってですね、反岸田連合が、まあ、誕生したということなんですね。そしてですね、ひょいっと小石川がそれに乗っかってですね、まあ、ここ全体の岸田卸の連合ができたということなんですね。でこれでですね、河野太郎さんというのはですね、ここではちょっと呼ばれておりません。心中がバレすぎてですね、もうちょっとキモいということで、加藤勝坊さんになりました。加藤勝坊さんというのはですね、バラバラになった、まあ、茂木派ですね、茂木派、を、まあ、ちょっと束ねるために加藤勝坊さんというところですね。で、まあ、加藤勝坊さんといえばですね、今一番総理に近い男というふうに今言われております。さらにですね、まあ、岸田さんに攻撃を続もうずっともうなんかボテボテもうボロボロにされた、まあ、安倍派ですね、清和会、そういうのは萩生田さんと今の方が呼ばれたということですね。そして、もう一つの、まあ、肝というのはですね、武田良太さんですね。武田良太さんといえばですね、二階派の事務局長違う、事務総長だったわけなんですけども、だったじゃなくて、なんですけども福岡でですね、麻生さんとバチバチなんですね。武田良太さんって福岡でバチバチです。なぜかといえばですね、もう、まあ、そこの福岡のドンになりたいという覇権争いですね、これ覇権争い、ということで仲が悪すぎてですね、いつも修羅場状態といった感じなんですね。こういった修羅場状態の、まあ、犬猿の中ですね、麻生さんと犬猿の中の、まあ、武田良太さんをですね、わざわざ呼んだんですね。呼んだんです。まあ、二階派ということもあって、まあ、これ呼んだんですね。ということは麻生さんにも宣戦布告ということになってくるんですね。もうちょっともう恐ろしい感じになってきましたね。恐ろしい感じになってきました。福岡のドンといえばですね、まあ、
古賀誠さんとかですね、山崎拓さんとかもういろいろおられたんですけども、そこの覇権争いの支柱でこうバチバチやっている麻生さんのもう敵の敵の武田良太さんをひょいと持ってきたということなんですね。これ本当に恐ろしいですよ。さらに菅さんといえばですね、もう反原発で維新と仲がいいということで、これね、政権取ったらですね、維新と、まあ、連合を組むということなんですね。ですので岸田さん、そういうことが分かってか分からずか分かりませんけども、まあ、公明党の5万円の案を飲んだということなんでしょうけどもですね、それは本当かどうかちょっと分かりませんけども、ただですね、まあ、連立を組んでいる公明党の、まあ、顔を立てたということなんでしょうけどもですね、ですので、まあ菅グループ、そしてですね、茂木派、そして二階派、そしてですね、プラス、萩生田さんの、清和会が、一つのグループということになります。岸田さんはですね、ちょっと今のところですね、もう終わって、もう終了しているということなんですけれども、やっぱ、岸田さんのしがらみですね、しがらみが、抜けたいんだけど、ここの岸田さんから抜けたいんだけど抜けられないしがらみのある議員さんが岸田さんをもう助けるということになっております。ですので、岸田さんといえばもう国民にも嫌われて、そして日本で一番嫌われる総理ということに今ちょっとね、なってきておりますけども、もうメガネももうこれ廃棄処分ということで、皆さんよろしいでしょうか。はい、ということで、ポスト岸田というのはですね、加藤勝信さんのお話がちょっとね、浮上してきております。私的にはですね、やっぱり高市早苗さんのところをですね、ちょっと盛り上げていきたいかなと思っておりますけども、高市早苗さんのですね、ちょっとこうバックアップ、こう後押しする議員さんのちらほらちらほらちょっと出てきておりますけども、ちょっとこれがね、本当かどうかわからない情報もありますので、その辺のところをちょっとね、やっぱね、今後も見極めてね、いきたいかなと思います。ということで、菅さんの連合ですね、菅連合ですね、そして麻生連合、そして岸田連合、そして高市連合ということでですね、この四つどもえの戦いがポスト岸田ということになってきます。はい、ということで、今回もですね、前回の動画のですね、皆さんからいただいたコメントのご紹介をですね、やっていきたいと思います。前回はですね、ちょっと日本保守党とは関係ありませんでしたので、サムネイルに日本保守党という表記はありません。ですので、日本保守党と関係ないやつで日本保守党と変えててもちょっとどうかなと思いましたので、ちょっとね、別枠という形でですね、参らさせていただきました。小池氏も蓮舫氏も当選取り消し浮上ということで、小池さんは出馬要請文、蓮舫さん事前運動ということで、二人とも出馬要請文が小池さんちょっと引っかかってるんじゃないかなということと、蓮舫さんは事前運動ですね、それがもうちょっとあるということで、もうなんか告訴もされたということですね、そういうことで、公民権停止で失職かということですね、未来予想としてですね、起訴され、確定後に当選取り消し、再選挙で最後に笑うのは誰かということでですね、ここの流れでですね、石丸伸二さんの話をですね、今回していこうと思ってたんですけど、ちょっとね、この朝日の本が出ましたんでね、ちょっとこれに切り替えたということですね。石丸伸二さんもですね、なんかね、むちゃくちゃ今人気出てますね。もう日本保守党が立ち上げて、東京15区の選挙みたいな感じでですね、同じようなネットでもう盛り上がりすぎということで、これがですね、本物なのかということをですね、ちょっとね、皆さんとお話していこうという回だったんですけども、次回に回したいというふうに思います。はい、それではですね、高島雅子さん、はい、いつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。都知事選カオスです。そういうふうにいきなりですか。はい、首都陥落だというふうに言われてます。ポチッとしておきます。もう本当カオス状態です。57人ですか、ちょっと正確な数字ちょっともう覚えてませんけども、そして NHK 党をむちゃくちゃこう選挙ね、ボードっていうんですか、掲示板に貼ってるということですね。あれ並んでるのは朝日でも出てましたけども、抽選じゃないと思うんですよね。朝ですね、
申請に申告に、申告か申請かこうね選挙出ますよとこう行くんですけども、あれこう並ぶんですね、バーッとずっと並んでいくんです。その順番なんですね、順番で番号というのに決まっていきますので、ですので候補者がずっと NHK 党が並んでただけなんじゃないかなというふうに私ちょっとね思いますけども、はい、ということでまあね、まあ女でまた開いたポスターが出るとかね、もうわけわからない、選挙の看板になっているということで、あの選挙看板のですね意義というのがですね今問われております。もう悲しい話ですよね、ちょっと悲しい話になってきますけども、あの看板というのはですね、もともとやっぱりあの、インターネットが普及してない、頃からもうありますので、顔ぐらいは皆さんに知ってもらおうということで、まああれ作られたというふうにまあ簡単に思えば、まあそんなことが予想されるんですけども、やっぱりあの看板は必要かなとは私は思いますよ。そうしないと誰が出てるのかわからない。50何人もいれば、今回ちょっと多すぎるんでしょうけども、やっぱりですね、まあ20人、30人とか、まあ、それ言うのはザラですからね、ですので、他のところでもザラですから、ああいう、まあ、ポスターがないと、誰を選ぼうにもちょっと選べないといった感じになります。それとですね、インターネット使えばわかるじゃないかというふうに言われる方もおられますけども、やっぱり、ある程度の方がわからないとダメと、ネット使わない、検索されない方もいますんでね、そういった方用にこうやってるということですよね。ですので、やっぱ看板としては、まあ、あった方がいいかなと私は思います。どんな看板でもですね。ただ、あの NHK 等の一枠1万円というのはちょっとどうかなと思いますね。まあ、冒涜してるというふうに私は思います。新鮮な選挙を冒涜してると、まあ、その一言に尽きるかなというふうにやっぱ思います。はい、次ですね。これ、なんて読むんでしょうか。タデンもういいや。すいません。タデンさんと、タデラさんと、タデラさんと呼ばせてください。タデラさん。もうわかりません。タデラさん。検察も土佐よくやから流すんじゃないでしょうかね、というふうに言われております。もう、まあ、起訴せずに流すということですね。まあ、告訴はされましたからね、これどうなるんでしょうね。もうしれーっとって分かります？佐賀からこれ配信してます。佐賀から配信してますけども、まあ、何事もなかったようにさーっと行くと、しれーっとするかもしれないなということも、まあ、あるかもしれないですね。はい。これはあるかもしれない。はい、ということで、かずみさんですね。いつもありがとうございます。みんなで声を上げましょうというふうにですね、言われるのをポチッとしておきます。本当ですね、これね、みんなで声を上げないと、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですね。みんなで声を上げて、霊峰、これ霊峰さんだけかな霊峰さんだけの話かな霊峰さんのですね、まあ、実践運動。あれ完全にアウトですからね。それと小池さんのですね、出馬要請文。あれも完全にアウトです。ですので、そういうもんダメですので、これもね、告発してもらいたいかなというふうにね、思います。はい、それ次行きましょう。ダイアンさんですね。ちゃんと覚えてますよ、ダイアンさん。はい。ディアネさんじゃないですね。ディアネさんじゃない。ダイアンさんですね。はい、上ちゃんこんばんは、ということで、こんばんは。なんかね、いつもこの、夕方のマークですね。まあ、都会の、都会の方と、マークね。まあ、田舎の夕方、もう、なんか山ですからね。はい、ということで、つかみの部分力入ってますね、ということで、力入れました。前回と今回、誰かしら。せっかくのつかみ理解できなくてごめんなさいということでポチッとください。誰か知らない？前回は寺内貫太郎一家でしたっけ？パーパパッパーパパッパーパパッパッパーっていうやつですね。チューリーっていうもう相当昔のドラマでしたね。西城秀樹が出てくるという面白い、まあ、動画ありますのでね、見られてください。それとその次は、来ました伝線軍団ということですね。やりましたけども、これも伝線版ですね。スズメがサンバ止まってたっていうやつですね。こういったものですね。はい。これも動画、出ておりますので、見られてください。はい。もうこれ流行ったんですよ、皆さん。はい。ダイヤさんですね。またまたこんばんはと。連邦さん、先日の共産の作ったビラ、そして不思議な政治団体、真っ当な政治の会なんですか、これが作ったら、ビラを20日前に出したらしいですね、ということで、もう共産党やりすぎ、本当に、
もうむちゃくちゃですね、共産党。もう、ここぞとばかり募金集めてですね、まあ共産党といえばですね、政治資金受け取らないという、まあそれで有名なんですけども、こういった募金活動が大体資金源なんですね。ですので、ここぞとばかり蓮舫さんのもう顔を使って、どんどん金稼ごうという、まあ共産党のということですね。そして最終確認立候補者、56人ですか ?56 人ですか、ひまそらあかねさんもね、立候補したらしいですね、ということで、みんな真面目に考えてるのかなというふうに思うんですけど、ひまそらあかねさんはどういった心境で出られてるんですかね、ちょっと知りませんけども。あと、みどりさん、アラビア語を話してるビデオ19日アップしたらしいですが、飯山あかりさんが昨日、アラビア語、こんばんはチェックした結果、あ、去年飯山あかりさんのライブで言ってましたが、そのアラビア語を話しているビデオを削除したとか。削除しても誰かがスクショを撮ってると思うね、というふうに言われております。私もね、これね、記者会見、だから取材かな、新聞かなんかの取材でですね、現地でこう、まあ、話されてるところを見ましたけども、素人は分かりません。本当にちゃんと話してるのかどうかは全然分かんないです。ですので、飯山さんが聞かれてですね、もう全然よく分かんないというふうにですね、まあ、呼吸を下ろされておりました。ですので、まあ、どうなんでしょうね。日常会話ぐらいはできるんでしょうか。3歳児ぐらいっていうレベルって言われてましたけどもね。それで大学卒業できるんでしょうか。ちょっと疑問がありますけども。はい。そしてですね、エイトマンさんですね。いつもありがとうございます。はい。選管が立候補受付時に仕事すべき事件でしょと。必ずうんこカレー選挙。うんこカレー選挙。うんこカレー、うんこの味のカレーなのか、カレー味のうんこなのか、まあ、ちょっと究極の選択っていうふうにですね、ちょっと表現させてもらいましたけども、管理委員会の怠慢を世に問うべきですということで、選管本体の公民権停止が先。ここまで来ましたか。選挙管理委員会の、公民権停止。全部入れ替えろということですね。法律全部変えろということですね。はい。連邦の事前運動による選挙違反、小池の学歴詐称にして、立候補受付を拒否するのは当たり前のではないでしょうかということで。本当に立候補受付、もう拒否と、レッドカード、もうポンと、ここにバーン貼ってですね、入った方が一番いいですね。受付に来たらいきなり、ここ貼られてですね、しくしく変えるという、そういった取り決めにしましょう。はい。熊野浩二さんですね、いつもありがとうございます。上ちゃんご苦労様ですと、石丸元市長は明らかにアウトと、アウトなんですね、というふうに言われております。朝鮮人慰霊祭参加宣言や、朝鮮学校授業無償化、どこの国の人間ですかね、と言われております。絶対ダメと、繰り上げ当選でもさせられた、朝鮮ファーストになると思いますと、いうふうに言われております。ですね、本当に今ね、ネットでもむちゃくちゃ人気ですね。皆さんこのことを知らないんですよね。ですので、この動画はですね、石丸真二の、は本物なのかというふうにですね、ちょっとね、私動画を上げていこうかなというふうに予定しておりました。この中でですね、まあ、こういったことも含めて、ちゃんとした、真正面、石丸真二さん真正面で見てですね、右も左も、両方からですね、まあ、紐解いていきたいかなというふうに思います。はい。そして、石丸先生さんの人気の秘密とかね、そういったところをですね、ちょっとね、掘り下げていこうと思っております。熊野浩二さん、ありがとうございます。上ちゃんお願いしますと、浅岡めぐみさんの私の彼は左利きお願い。いつでも、いつでも彼は、こっちだった。左利き。右も左も分かる。左で聞け。ということは、この、熊野浩二さん、石丸さんの、まあ、後のコメントということで、左利き、石丸さんは左利きって言いたいんでしょうね、多分ね。はい、似てません。もう難しいです。浅岡めぐみさんって。あ、歌も全然違ったかもしれません。その時はもう申し訳ございません。はい。まあね、ちょっとね、まあ、石丸さんみたいに左利きとね、ちょっとかけられたんじゃないかなと。はい、気づきましたよ。はい、熊野浩二さん気づきました。ちゃんと気づきました。はい、ということで、ダイアンさんですね。いつもありがとうございます。上ちゃん、またごめんなさい、こんばんはということで、ちょっと聞き捨てならないことを聞きましたので、ということで、ほう、上ちゃん、知ってるかなと思いまして、ということで、日本共産党が応援している連邦の名前を使って、募金運動してるそうです。ということで、
やつですね。そうなんです、ここをね、もうここぞとばかり金をかき集めてるとよだれ垂らしながら、はい、ということで、まあ災害などがあるたびに募金運動をしている、ほとんど詐欺と思われる共産党ですが、ついに選挙詐欺ですかと、よもすねだなというふうに言われております。ダイアンさんうまいな、ダイアンさんうまいですよ、ダイアンさんうまい。はい、ということで、本当選挙詐欺ですかねというふうにね言われております。ですね、この災害などの時にですね、募金活動ってどの党でもしてます。これはですね、募金活動どの党でも、自民党でも、まあ、立憲民主でも、そしてですね、まあ、共産党でもこれされておるんですけども、どこの党でもされます。でこの選挙でこれビラ配って募金活動っていうのは初めて聞きましたけども、新しい仕組み、取り組み、共産党の新しい取り組み、もうこれ発見した人はもうなんか表彰されてるんじゃないでしょうか今。ということで、あ、これ選挙の時も共産党されてたんでしょうかね。それの流れでこうそこにこう蓮舫さんの顔をくっつけたとこういう風になってるんでしょうかね、ちょっとね。はい、ということで、世も末だなということで、募金する人、する人もする人だよねと思いますけどもね、それだったら能登半島の募金しろという風に思いますけどもね。はい、株式会社町田さん、あ、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます。募金の蓮舫、使い道は共産党、募金はあちら側への献金ですよと、国民の皆さん募金は危険ですよというふうに言われています。あなたの募金はやばい使われ方に回っていますよ、罰と。やばい使われ方にしてますよというふうに言われております。募金するぐらいなら自分のために自分に募金をしましょう、わはははと言われております。ポチッとしておきます。いや本当ですね、共産党の募金をする人ってどんな人なんでしょうか、わかりませんね。本当にやっぱり共産主義者なんでしょうね多分ね、まあそういうふうに思いますけども、はい、あ、でもですね、共産党、まあこう田舎ですけども、あの共産党の票っていうのはですね、毎回ピッチ決まってんですね。もうあの、まあうちの選挙区からですね、2人共産党の方が出てるんですけども、もう本当にもうほとんど同数というぐらい、の数字です。ですので、かなりですね、あの、なんていうんですか、あの、締め付けというかな、そういうのがやっぱすごいですね。でも、ですので、こういった募金のビラとか配ったらですね、もう何は差し置いて募金に行くというような、もう方たちばかりということですね。はい、桃太郎さんですね、上ちゃん、これはすごいと思いませんかということで、初ウェーブといえばこれを知ってびっくりしました。あ、味の素が開発した半導体、材料に味の素ビルドアップフィルム ABF というものがあるというふうに言われております。呼ばれる、何ですか、絶縁体、材料があります。ABF やパソコンや AI 向け、データセンター向けの超高機能半導体 CPU の、層間絶縁体として全世界の主要なパソコンの方 100% のシェアを維持していますと。おい、すごいですね、 100%、 おお、すごいですね、この味の素すごすぎますねということで、それからみずほとドイタック今度ドスコイドスコイ広報の表紙は悪者政権時代だから実際にあった広報の表紙ですということで、キャッチフレーズがそれで、シャレではありませんというふうに言われております。味の素 CPU 素材、やっぱすごいですね、味の素ね。アジアとか行ったらですね、味の素そのまんま売ってるというところがもういっぱいあるんですね。というのも、あれを入れるだけで味が激変するじゃないですか。ですので、やっぱり、ああいったアジア系とか、もう入れるんですね。でも味の素食べたらちょっと痺れますでしょ、皆さん。痺れませんか。ちょっとビリ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 、こうね、中華料理とかもバン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 入れますけどもね。はい、そんな感じでですね、まあ味の素、すごいですね。こういった感じで、まあ今から、その、まあこういった PC とかですね、それとかスマホとか、この半導体、というのがですね、やっぱ、今が伸びていくところということで、味の素の株を買わなければいけないという感じですね。そうですね。まあ、水ポト、まあ、土井隆子ですね。もう本当に日本を叩き打った人たちということですね。花香健さんですね。はい、ありがとうございます。こっちですか。石丸氏の知事選、住所要件は満たしているのでしょうかということで、満たしていないんでしょうか。これ、ちょっとね、新事実。平然と立候補しているという、まあ、もうありえることですからね、今の時代ね。都内に三角形事情前に、移住移転して、なおかつ住んでいた実態があるのか、市長だったので、ね、東京から毎日、秋竹田知事、言いにくいですね、まで通っていたのかというふうに言われております。ポチッと押しておきます。もうどうなんでしょうね、この人ね。まあ、そりゃやってるでしょう。そりゃやってないと、後から、
おじゃんですからね、それやってるでしょ、それ通っていたのかということで、まあ、通っていたんでしょうか、ちょっとどのぐらいの距離かちょっと分かりませんけど、毎日通える距離なんでしょうかということで、これちょっとおかしいですね。はい、まあ、いろんな、花香健さんですね、本当にですね、これちょっとね、ちょっとビクッとしましたけどもね。はい、ということで、あ、桜のちさんですね、ありがとうございます。上ちゃんお疲れ様ですと、小松政は OK ですということで知ってらっしゃる知ってらっしゃるでも電線軍団、電線温度ではということで、そうなんですよ、これね、私も電線温度と思ってたんですけども、ベンジャミン伊藤が言ったのがですね、電線軍団なんですね。その後にですね、電線温度、あの電線マンね、電線マンってあるでしょ、あの電線マン、こうロボット、あのなんていうんですか、あのスーパーマンみたいな、スーパーマンじゃないや、でもなんかちょっとあるでしょ、電線マンですね。あの電線マンの、まあこうやって踊るんですけども、そのあれが電線温度ということを見たいですね。高橋さんの集会良かったですね、羨ましいということで、本当にですね、本当良かったですよ、高橋さんの、本当ですね、あの高橋さんはこう 見たのも良かったんですけど、門田隆昌さんの生門田をですね、ちょっとツーショット、これちょっと上げますけども、ツーショットで、ね、これ撮ったのが本当に良かったなというふうに思います。あの大ファンですからね、私ね、ということで本当に良かったかなと思います。高橋早苗さんですね、どんどんその、なんていうんですかね、今あの昔でいう、まあ石破さんがこう全国回暗挙したと言ったところでですね、まあファンが増えたということなんですけども、高橋さんもそれやられてます。ただですね、自民党員の票っていうのはもうちょ、なんていうんですか、効力っていうのはもう一人一人の、なんていうかな、比重っていうのはむちゃくちゃちっちゃいんで、ちっちゃいんです。ですので議員の、なんていうかな、まあお仲間を集めた方がいいというふうには思いますけどもね。ですので、その議員さんを集めるために、まあいろんなところに行って、その地方の議員さんのもう、まあちょっと説得してるんじゃないかなというふうにね、ちょっと私は捉えております。はい、ということで、意見の返信、はい、追伸ですね、はい、桜の月さん、上ちゃん、私、壁南で名古屋ですよと。あ、壁南市じゃなくて名古屋やったんですね。はい、ちょっと考え違いしておりました。どうぞ、すいません。ありがとうございます。ポチッとしておきます。なんか、しょっちゅう行かれてたので、壁南市から来たかなというふうに思います。もう、こうやってね、すぐ忘れるんですよね。もう、本当にね。グレートカブスさんですね。ありがとうございます。上ちゃん、お疲れ様ですと。1号激安チャンネルで党員の仕方がわからない人たちが聞いたので、上ちゃんを紹介したらブロックされましたということで大変申し訳ございません、力不足で力不足もう本当で、ね、もう本当申し訳ないです、本当にブロックされてそれもしかして近藤太郎にしませんでしたはい、ということで、はい、熊野小路さん、ありがとうございます。はい、東京都知事選はカオスですねと、N 国党なんですかねということで、昔、電話ボックスに貼られていたピンクチラシ。あったあった。ありましたね。あったあった、ピンクチラシ。他には、半裸状態チラシ。ありますね。これね、すぐ剥がしたということで、幼稚園や小中高学区内に掲示板があれば、選挙期間毎日見るわけだよと、どう思うのかなということで、モラルの低下ですね、アホ臭いと、剥がしたり破ったりできないですよということで、本当にですね、これね、犯罪になりますからね。N 国党も、ひろゆきさんと変わりませんねということで、また公金中中、専門、ひばそらあかねまでが出馬、との面、どの面と公約出してるのか神経疑うねと、もう東京がどうなるとどうでもいいと思いますと、埼玉やけん関係ないけんねということで、ば丸の応援 してもショーン中と、ショーン中ということで、宮崎よしこさん宮崎よしこさん、よかったですね、こうなんかこう脱いでるやつですね、はい、脱いでるやつ、これよかったですね、あれね、なんかね、今の君はピカピカに光ってみたいなね、こうこう脱ぎながらね、やってるシーンね、水着系再現してくれんねということで、今ちょっと再現しましたけど、ポチッと落ちましたけどね、もう一回しましょうか、もういいと、もういいということで、今の君はもういいですね、もういいですね、はい、
ということで、次ですね。はい、ポチッと押します。梅さんですね。梅さくらさんですか、わからないですね。当選取り式にならず、最終的にはスルーされますよ、ということですね。ポチッと言っておきます。これさっきありませんでした。あったかな、うん、ね。まあ、スルーですね。ダイナさんですね。上ちゃんまたまた言わせてくださいと。なんと、投票削除したはずの緑の人、例のアベグの動画を再度アップと。再びアップということで、権利関係のために再度やったとか言ってるけど、本当かなということで、英語の部分が付け加わったと聞いていますが、以前に、みのるさんの話をしている英語を聞いたことがありますが、上手だとは思いませんね、ということで、基本の日本人が苦手とする、との区別、V と F の音、それから、他の主要なヨーロッパ言語でもほとんどない、なんですか、TH の発音、聞いている相手が日本人だから区別がつかないと思っているのかなと。ただそれ以外は英語も地域の訛りがありますからねと、アメリカ英語だけが絶対というわけではないですということで、しかし、都知事選のポスターあれすごいですねと、 N 党の何枚も同じポスター、それに卑猥なポスターもあるとかということで、選挙何だと思ってるんだということで、やめてくれと怒りを感じます。それから連邦さんも事前運動の関係なんですかね、告訴されましたけど、どこかの弁護士だそうですがということで、まあ、ちょっと保守系の方なんでしょうね、多分ね。なんか、ということは、もう、小池さんも、ちょっとね、左寄りの、ね、方がちょっと、まあ、告訴されたらどうなるんでしょうかね。はい。なんか、日本の倫理観、この15年ぐらいあまりにも低下してませんかということですね。私は情けないですと。理念も主張も自分の考えもない。それらの、主張を受けて、支援をお願いする、するはずが、目安箱と。ここに皆さんの意見を入れてくださいって、これは自分に何の意味も何もないってことでしょと。そうそうそうなんですよ。意見箱ってなんかね、良さげで話しますけど、あれ最悪ですよ。というのはですね、素人の人が書いたものをボンボン入れてですね、そして素人の人の意見をクロートが読んでどうなるんですか。それはちょっと意見を聞くだけですよね。これを実現しています、行きますって石丸さん言っちゃってますからね、あのね。ちょっと話、ちょっと違う話になりましたけども。ね、やっぱり、専門家が言った意見を聞いて、そして反映、政策につなげていくっていうのが、当たり前な有識者会議っていうのはそういうものなんですね。一般国民からですね、それを聞いて、実現させるのは、例えば、超レベルとかね。まあ、C レベルまで行くとちょっと大変ですけど、町レベルですよ。町レベル。町レベルでは、町民からですね、ちょっと受けて、意見も聞いてですね、そしてそれを反映させていくということ。ね、それ100枚とか200枚とか300枚レベルですからね、それは読めるレベルですよ。ですので、こういったこと、目安箱。で、これ学校レベルの話ですね。これが役立つのはですね。はい。ということで、車座対話って私はこう思ってますって言えないのかなというふうに言われております。日本の政治家終わりと。いうことで、日本の国も終わりだなというふうに言われております。本当ここでね、ちょっとね、やっぱね、切り返していかないと本当に中国に乗っ取られますよ。日本というのはもうちょっと植民地化してますけども、これはもう今からやめていかないと、再エネ賦課金からまずやめていかないとですね、これダメだと思います。以前誰かどなたが言ってましたけども、賦課金は国民に、電気代から取るんではなくて、企業から取ると、そういうふうにしてくれと、そういった市か県かなんかそういうふうにし始めたというところがありますんでね、そういったところにもう振り返っていくということですね、が一番大切だと思います。もうこのまま続くと日本の電気代ってもう爆上がりしますからね、儲けているところが負担していくということですね。またまたごめんなさいと、天皇皇后両陛下がイギリスを22日から8日間の日程でご訪問されたようですということですね。これ見てですね、息子がですね、会いたいねというふうに言っておりました。お会いしたいねというふうにですね、お会いしたいね、会いたいねってね、言っておりました。私もですね、天皇陛下会ってみたいです。昭和天皇に会ってみたかったですね、私はね。はい。天皇陛下のご著者、テムーズとともには良かったですね、と。きっと同時期ではないが、天皇陛下も皇后陛下もオックスフォードで学んでますから、きっと今回の訪問できっと行くんでしょうね、と。天皇陛下は、マートカレッジ、皇后陛下はベリオールカレッジで学びましたね、というふうに言われております。ちょっと口もまみられませんでしたけども、オックスフォードには見物があります。オブザーバトリーとか、お笛に乗ったりするパンティングとか、オックスフォードは不思議な国のアリスの元々の原作者のルイス・キャロルの関係のアリスショップがありますと。お詳しいですね。
はい、ということでオックスフォードはロンドンから列車で1時間半ぐらいで行けますと。天皇皇后両陛下には皇室開校とともに懐かしいオックスフォードで楽しんでほしいというふうに思いますというふうに言われております。打足ですがチャールズ国王はケンブリッジ大学、ウィリアム皇太子はセントアンドリュース大学と。ここはなんかちょっと聞いたことが私ありますこれねということでセントアンドリュースはスコットランドにありますがゴルフで有名ですねということで、上ちゃんゴルフはしますかということで、私はゴルフはいたしません釣りです、釣りもう釣りも何年もやってませんね。はい、私はですね、まあ深瀬からですね、チヌ釣りからですね、よくしておりました。カミさんと一緒にですね、フィッシング、ルアーフィッシングもですね、やっておりました。ルアーもね、自作したりしてですね、ボトムをつけたりしてですね、よくしておりました。ゴルフはですね、幼い頃父と一緒に、なんていうんですか、打つだけのやつところ、打つだけのところですね、あそこに一回だけ行ったことがあります。お金持ちの競技はやったことがありません。ということで、はい、次ですね、名古屋秀さんですね。はい、石丸は尊敬する人がフェミニストの上野千鶴子だそうですか。マジですか。完全なリストだと思いますと。関東大震災の当選時、虐殺を認める危ない人ですというふうに言われております。何なんでしょう、なんで認めるんでしょうかねこれね。噂をまあこれなんで見たのちょっとよくわかんないですね。夏子さん、票が集まるからなんでしょうか。というか日本人ってそういったところになんで票を上げるのかよくわかんないですね。日本人の神経というのは本当によくわからない。小池が終われば公民権停止になれば初めから投票しないということだと。小池が終わってさあ大変って書いてあるのかさと思いましたけど小池というと腹立たしいというふうにまかりことは許されない、断じて許してはならないというふうに言われております。小池というと小池さんの顔見ると腹に立ってくるんでしょうね。なんかこの辺ちょっと最近黒くないですか。なんか小池パンダみたいになっているようなちょっと見えましたけどもね。健康的になんかちょっと問題があるんでしょうかね。はい、ということでこれ最後になりましたね。はい、ということでですね、まあ今回、終わりましたけども、ご紹介終わりましたけども、ちょっとね石丸さんの話にちょっとね、今ちょっとなってきますけども、次回ねしてやっていきますけども、やっぱり右か左か隠してますねあの人は。そしてですね、なんていうんですかね、当たり前のことをさもすごそうに言うプロに私は見えます。こうしてですね、当たり前のことを当たり前のように言ってそれがさもすごいように言う、これがあの人のなんか特徴かなと今のところ思いますね。そういった思想的なところはですね、今後ちょっとね詰めていきたいかなというふうに思います。それではですね、皆さん、またお会いしましょう。じゃあね。今の君はピカピカに光って